日本大阪府大阪市中央区南場千日前南場千日前は大阪市中央区の町名定番を持たない単独町名である千日前道具屋筋商店街南場千日前は大阪市中央区北東部にあたり西南の南海南場駅西北の大阪南場駅東北の近鉄日本橋駅に囲まれた南場グランド花月周辺の市街地 南山通りの北側にあたり、地域東側の境界を越えた日本橋2丁目に、境筋が南北に走る。北西で南場、北で千日前、東で日本橋、南西で何枠南場中と接する。1982年、河原町1の2丁目の一部及び南場新地1の六番町の各一部から南区の町として成立した。 1989年2月13日、南区が東区と合併、中央区が建てられたことに伴い、中央区ナンバ1000日前となった。ナンバグランドか月2019年3月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。当地内にバス停留所はない。最も近い停留所としては、西側の南波駅付近に大阪シティバスの南波停留所がある。大阪府大阪市中央区の町邸、あざ一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB。 住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧。AB、ナン千日前の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、角川日本地名大事典編纂委員会1983。 P903AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。 AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、アザトウ、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。 AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧、平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的、集計都道府県別結果、総務省統計局、 2019年10月23日閲覧。郵便番号も2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。